5号艇島田と6号艇の倉持もこの後準優控えています。枠番通りの3対3と分かれました。進入インコースから1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。4号艇の森、4号艇の森、そして3号艇の鈴木も際どいか。ただ今のスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ただ今のスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。一周2マークの旋回です。1号艇安井が先頭でスタンド前に戻ってきます。ここでお知らせがあります。3号艇鈴木、4号艇の森、フライング変換欠場です。3号艇鈴木と4号艇森に関する投票券すべて返還払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチ、2周目のバックストレッチ、1号艇安井が先頭です。2番手が2号艇の北寄りの内からは6号艇の倉持、6号艇倉持、2号艇の北寄り、そして5号艇の島田、2番手争い22マークの旋回です。2号艇の北寄りが握ってくる。6号艇の倉持、さらには5号艇の島田ですが、スタンド前6号艇の倉持がわずかに2番手リードを取っているか。時計前外は2号艇の北寄り、6号艇倉持が2番手優勢に運んでいます。最終周回1マーク、2号艇北の内から5号艇の島田迫る。しかしかわした2号艇の北、バックストレッチ、6号艇の倉持が2番手3番手です。2号艇の北寄り、5号艇の島田が4番手最後方です。ラストターンマークの旋回です。1号艇安井が先頭です。最後の直線コース、6号艇の倉持が2番手争いから抜け出して、3番手が2号艇の北寄り、まもなくゴールを迎えます。先頭は1番の安井五里、6番倉持、2番の北寄り五里、5番島田五里、なお3号艇鈴木と4号艇の森はフライング変換欠場となっております。